フェイクアルファさん一番こうゴリッと男らしいセレクトだなっていうのは思っててですね、セレクトの特徴っていうんですかね、年代でいうと1930年代40年代ぐらいから、はい、まあ、70年代ぐらいまでのものを取り扱ってて、メインはやっぱりフィフティーズ、1950年代のものが多いかなと思うんですけど、デニムが得意で昔からやっていて、冬場だったら革、レザーライダースジャケットだとか、うんうん、でファラオジャケット、スカジャン、あとはミリタリーのアイテムとかが冬場は多くて、で春とか夏になってくるとハワイアンシャツだとかボーリングシャツだとかギフティーズの半袖シャツなんかがメインになってくるかなと思うんですけど、うん、こんだけファラオジャケットがずらっと並んでて選べるっていうのがなかなか他ではないですね。今は20着30着近くあるんですけど、まだ出してないファラオもあるので選べるとこあんまりないかもかんですね。そうですよね。品揃えはまあ豊富な方お店だと思います。そうですよね。それを未だにこのストックでできているっていう、ここのところやっぱりヴィンテージ古着人気あるみたいで、うん、探しに来られる方多いですね、うん、デニムが 多いんですかね。さっきのお客さんデニム2本買ってったりとか、デッドでした。ジーンズがまあメインですけど、まあ、でも今の時期だと革とかファラオジャケットとかもやっぱり今人気ありますね、うんうん、後ろの棚にリーのデッドですよね。これはリーですね、こっちの棚が501とかリーバイスなんですけど、うんうん、リーもなかなかあの取り揃えたくてもやっぱりあの売ってるお店ないと思うので、うん、まあ、ちょっとここはあのストレートが少なくてブーツカットが多いんですけど、まあ、それでもリーこんだけ置いてるお店ちょっとないんじゃないかなと。そうですよ、501がなくなってきてるっていうのもあるし、うん、サイズが選べなくなってきてるっていうのもあるだろうし、うん、501独り勝ちみたいなところありましたもんね。そうですね、まあ、501だけが人気だったっていうところあると思うんですけど、うん、今は結構でもラングラーはもともとうちも少ないですけど、うん、501以外に面を受ける方もいます。多くなってきましたね、うん、今回がその私物見せてもらうというところで、はいはい、一個一個ちょっとどんなものですっていうのを教えてもらえればなと思うんですけど、はい、これが、デュラベルのワンスターって、一応コード番号が33と呼ばれている番号がついてるみたいで、まあ、1950年代の革ジャンですね、うん、ワイルドワンが好きなので、うん、マーロンブランドを扮するジョニーっていうのがあのこの形の革ジャン着てて、うん、一応この中にも初期モデル、中期モデル、後期モデルってタグも結構種類があるんですけど、これでもジョニードンズバの仕様ですかね、うん、どの辺が違うんでしたっけ。まずはでもあのショットのワンスターだと内側にジッパーついてて長さも15センチぐらいなんですけど、デュラベルだとあの外側についてて20何センチぐらい長いですし、ショットもこの仕様のやつあるんですけど外側のやっぱり短いんですよね。へー、ここが特徴的だとは思いますし、長いですね。確かにそうですね。肘が風が入るのを防ぐのもあるだろうけど、二の腕は太いんですけど、うん、袖先に向かって細くなってて、なるほど。ワイルドワン、はい、すごい復刻とかもされたりしてると思うんですけど、どこが魅力ですか。いやそんなにハマったの。どうですかね、10代の時に見た時の衝撃というか、うん、ファッションでかっこいいなってなったんですか。いや世界観っていうか、うんうん、ジョニーには見入っちゃうけど、うん、周りの人たちも結構かっこいいし、うん、映画の世界の話なんですけど、やっぱなりきってる感じがして、みんなが、うん、あのジョニーだけじゃなくて50年代もよく着てるから当然かっこいいんですけど、借りてきた衣装を無理やり着てる感じは全くなくて、うん、革ジャンにやっぱり目が一番最初行ったのかなと思うけど、うん、肩にやっぱ星ついてますし、うん、アイキャッチになるというか、その T シャツもそうなんですよ ね、 すね。これ古着でなんですけど、うん、これもあの新品だったらロックショップなんかでも BRMC のT シャツなんかは結構今まで何パターンも出てるんですけど、これ古着で見つけたんで、うわ古着でこんなの出てこなかった来ると思ってなかったんで、アーチもまっすぐなってるので文字の感じも違うんですけど、顔の感じもちょっと輪郭も違うんですけど、これは買わなきゃなっていう。これは型番がリーバイスの 501XX、レザーパッチの片面タブ、年代でいうと、1947年から、まあ、52、3年ぐらいまでが片面って呼ばれているので、うん、その年代のものですね。これはでも手に入れたのが
自分が19歳の時なので、うん、WX としてはもうかなり憧れてて、これ手に入れた時はすごく嬉しかったですね。その頃ってちなみにいくらだったんですか？でも実際あの当時は高いと思って頑張ってすごく買ったんですけど、はい、やっぱ10万ぐらいだった時代ですね。お店で売るとしたらおいくらぐらいですか？ちょっとまあ商品としてですか、仮に、はい、ちょっと売りたくはないからな10倍ぐらい全然しちゃうんじゃないですか。なるほど、まあ、それでも売りたくない思い出もある。これ売らないですね、まあ、あの思い入れって意味でもあるし、うん、まあ、今はサイズが違うけど履ける時も来るかもしれないっていう。そしてそちらの、ジャケット、ね、これはやっぱカスタム自分でされて、まあ、これはイギリスのロンジャンに自分がカスタムしたもんですけど、ペイントもあのピンズもワッペンも、もともとやっぱ10代の時はロッカーズがあのきっかけでちょっと洋服も好きになったので、ロッカーズの写真集なんかを見ながら自分の手作りですね、うん、カスタムです、まあ、手作りがゆえに売らないっていうところですかね。そうですね、これはちょっと売れないですね、もう魂入ったような一着だと思うので、うん、ちょっとこれは手放せるわけないですね。ベースはどこなんですか？これはタグはないんですけど、ルイスレーザーのライトニングタイプではあると思うんですけど、うん、ノートンと BSA のタンクバッジがついてます、うん、当時やってる人いたんですか？うわ、でもあの写真では確かに見たことありますけどね。そのタンクバッジだけでも結構なお手柄ですか？あですかね、ブーツはこれはチペワの、セパレートソールのブーツですね。年代でいうとこれは、まあ、50年代初頭ぐらいじゃないかなと思うんですけど、セパレートソールでジョニーが履いてたんじゃないかなっていう外見してますけど、うん、ちょっと定かじゃなくて、まあ、外から判断するしかやっぱないので、うん、バックルの形だとか、まあ、あの形状だとかストラップの長さとか多分見た感じではもうやっぱチペワかなと思ってますけど、これは売らないポイント、売れないポイントみたいな。いやでもチペワはちょっとなかなかあのメーカーとしては古いの出てこないんで、この年代のチペワはちょっとないですね本当に。最後に今の人たちにヴィンテージの楽しみ方、ヴィンテージの魅力なのか楽しみ方みたいなのか教えてもらえる。でも自分が好きなものはちょっと偏ってるし、はい、は結構あの選ぶときもマイルールというか、はい、自分ルールみたいなのもあるんですけど、冒険することも大事だとは思うけど、まあ、その中からちょっと自分の好み選んでったりだとかしたときに多分自分のスタイルっていうのがそのうちは確定立してくるだろうし、見つけてもらえればとは思うんですけど、うん、いろんな合わせ方あるかもしれないけど楽しんで着ればいいんじゃないですかね、ヴィンテージの洋服は。うん、ありがとうございます、はい、お話バッチリそんな感じで、はい、はい。